打つしかないだろう。みんなで左バッター。みんなで左で打って。あ、マジ左で打つの。師匠が締めてきたから。ちょっと待って、次、おばあさんね、おばあさん。ライト、ライトってファインプレーされたら悔しいですね。いや、嫌ですよね。すげえ悔しいですよね。あとで餃子ぶつけてやるんだ。一回ちょっとベンチ入った。うん、回してるからさ。手を挙げたところに入った。練習の時に出てんだけど。練習すんな。早くしろよ。イライラすんな、おい。大丈夫だ、待ってくる。伊藤さん家のお子さんは何歳なんですか？今中1歳。あ、中学生なんですか？ああ、そっか。前、そうだね。来てた一緒にね。うん。あ、年違うんだ。上は一緒なんだと思うんですよ。なんか、来た時にミッキーの被って、なんか被った時にミッキーって言って。まあ、バスケ部入っちゃった。バスケ部。バスケ部。吹奏楽じゃないの？バスケ部やった。バスケ部。いいじゃないですか。黒子のバスケ。このバスケ。吹奏楽みたいな、吹奏楽みたいな。でもピアノはね。よろしく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 よどうした？あ、ディースが取れた？本当？やっとか。何やってるんですか？どうする？パパ打って、おい。小川さん引っ張っちゃって引っ張っちゃって。俺のディースあげた。あれ？LL じゃないの？ちょっと大きいやつ。師匠のところ行ったのも二塁だから。小川さん、ライト、ライト。LL じゃないの？ナイス、ナイス、ナイス。だな、小川さん。じゃあ今度 PSP だ。さあ、ナムちゃん、ライト、ライト。PSP 見たかと思う。PSP 見たかと思う。あれ、映画とか見る。次ビータ買ってって。ビース4買った方。そういうの。ダメだ、買わないって。ゲームばっかりやってたね。ウイレイロ。おや。ライト、ライト。日本って行くの？シリーズね。シリーズ。なんだ。シリーズはいいよ。友達いいよ。待ってね、学生時代は今しかないから。言わないかと、いいよ。漫画漫画。たった、高校生、中学生生活3年間、高校3年間。ダメじゃん、ドラコンで。人生の70歳まで生きてる人だ。スタンド、スタンド。お母さんも走った。その年は勉強する時間ないじゃん。ああ、なるよね。10年しかないんだ。早いぞ。高校なんてあっという間だよ。本当に。おじいちゃんは高校の時もだいぶ遊んでた。遊んでないね。いじめられてた。いじめられてた。マジで。先輩。何部だ？中学。中学中に家出したんだよ。中学部だったんだ。昔はほら、水飲ましてもらえない。昔のね、うちうちこいつ締め落としてな。なんか何してんの？学生よ、お前好きなタイプじゃねえの？以外に打点ちゃん、打点チャンスだね。
タイミングあって。いや、全然だよ。ちゃんと当ててよ。当てるだけでいい、当てるだけで。当てるだけでいいよ。うん。やりきっちゃう。まあ、ちょっと、なんか、顔が少し。さっきより。サード行くぞ、サード。みんなあのセカンドも全部向こう行った方がいいじゃない。もうこの人引っ張るしかないよ。シフト。たまたまないと言って師匠が取っちゃったりしたら。そうなんだ。そうなんだ。まあうちのお母さん持ちだったけど、俺が持ちってたと思う。お、このシールだ。おお。そっちはね。あらあら。いや打点つかねえじゃねえかよ。かわいそうですね。ほらほら、怒っちゃって怒っちゃって怒っちゃってるよ。何やってんのつまんねえんだもん。何やってんの。なんでっちゃうのあれ。怒ってる。痛くなかったんでしょ。まあね、そうだろうね。そうそう。ほら、あの打点のために残ってくれたよ。そうだ。早いかないぞ。当たってない。痛くないよね、全然ね。当たってないね。ボケてるから分かんないから。まさかの。まさかの。やべ、小原さんまで左立っちゃってる。いや、みんな鬼だから。いや、だってこうなんだよ、なんか。やばいな、なんかすごい強いチームでやってるうちみたいだ。そうだね。はい、ゴー、もういっちゃいっちゃい。走んないの。いや、盗塁をしたいんだ。なんかもう、記録に残したいことやりたい。そう。ローテ付き走るんだ、あいつ。すごいレアなんだね。今日ちょっと奥行くと。ほら、走んないよ、ほら。あれ、どうしちゃったの。刺されたら面白い。盗塁稼ぎたいな。なんか体操始めちゃったから。あ、誰もライトに打ってないの。これ表まで回って、裏まで回ってたじゃん。おー、ナイバッチ。師匠とかじゃない。チューバさんみたいなコントロール。ナイバッチ。うまいな。まだとセカンドで止まって、ほら。ツッキーか。あとタジーだね。次、伊藤さん。まだワンアウトだよ。ワンアウト。まだワンアウト。まだ続く。来るんじゃないですか。でもあと5分しかない。ほら、何よアイコンタクトは。ところてんみたいな。お知らせされた。ところてんみたいな。やつ、バッキンなら。これ何のボールだ。ダメだ、あれ。もう頑張ってくれ。ツッキーのために頑張って。こっち行ってる、危ないから。裏にいてな。まあね。僕は伊藤さんじゃないけど、うちが強いところでやるよ。真ん中が出ないかもしれない。でもおばあちゃんね、最初言ったらなんかいい表現みたいですね。おばあちゃんには嘘くせなかった。違う違う違う、安全だな。そうですか。違った。涼しいね、気づかったね。だいぶ前に心配されたね。ナイス、ナイス。何なんだこの試合の盛り上がりの先に。両端下をガラガラ。ナイスバッチング。ナイバッチないらんね。出た。もう縛りとねもうね。え、戻っちゃう。言ってた通り。ストライクだから。すごい。
胸に当たっちゃって痛い。なんか痛めたね。痛そうだった。今日いいことないですね。つまんなそうだな。フォアボールに嫌だから空振りするわ。ベッドもなんじゃない。どうしようねえ。強制失礼させられる。報復やるよ。いや多分次まで攻撃できない。あと3分しかない。もうこれ厳しいですもんね、この球場で時間が、ね、あの明日もね、高校野球があるから、あでそれでもう、うん、ちゃっちゃっとね、始めたいんだって。あー、すいません。あー、長さん、待ってくぜ。全くその中例の話しようだって。ぽっちゃん、ぽっちゃん、これほら、忘れないようにかぶってて。もう飛んでくるよ。これかぶったから、逆に言わないけど。娘なんてなんか言ったら浮気とかする気力がなくなりそうですよね。そうですよね。そうですよね。どうなんですか。何して今のは。いや、お姉ちゃん見せよ。お姉ちゃんそこでもう分かる年頃だから。そうだよ。何言った。うん、なんか言ってたんですよ。全然浮気なんかしてないって。ね。外国行って全然浮気してないから。やばいやばいやばい。浮気してないよ。奥さんなんなんつうの。なんです。ゆうこ愛してるって。お父さんお会いしてるってよ、お母さん。ゆうこ愛してるって。愛してないね。変なことないですね。おじさんは愛してないよ。おじさん愛してないからね。そんなことはもう分かってる。分かってる。なんだ、分かってんだ。誤解しちゃうとさ、ほら、言わなくていいから。ああ、そう。やっぱそういう関係嫌だから。終わんないぞ。パッション連続するみたいな。時間切れになっちゃう。え、何？時間切れになっちゃう。こっちはもう大人バッティングで。菊ちゃん最後大振りしとこうよ、うん、3つパンコ1、2、3で。そうそう、ぶつかっちゃえば。終わんない。あ、もう出したから誰か守備師匠が最後で片付けちゃうの。そうだ、師匠が守備だから誰か言っておかないと。あれいつの。あ、でも小川ちゃん、あ、小川ちゃん2番かダメだ。あ、そうか、近いんだ、近いんだ。もうちょっとで終わり。鈴木さん、ごめんごめん。なんで俺なの。なんで俺。回ってこないから出しちゃう。でもあの子可愛かったよね、この前に。可愛かった。バッターハズレ。バッターハズレ。誰誰誰。誰誰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 誰。エムにはね、まだ来てない。はい、回れ回れ回れ。終わりだ。終わり。終わり。うん。早っ。ねえねえ、合計書いといた方がいいの。集合だからまず集合。あ、そう。だってさ、あんな通り出してポツンとこう八百屋が。ショーショーショー。ブルーソックス、はい。はい。声が入ってんじゃない。はい。何ですか。最後で回してあげたんですよ、師匠は。死なないよ。